こんばんは、ピーター・バラカンです。ちょっと前になりますけれど、モンティ・パイソンの出演者の一人、テリー・ジョーンズが亡くなりましたね。僕がちょうど18歳の時にモンティ・パイソンのテレビ放送が始まったもので、ずっとリアルタイムで見ていたんですけど、久しぶりにそれが懐かしくなっちゃって、テリー・ジョーンズの有名なコントって言えば、まあたくさんありますけど、変なチョコレートを作ってる会社、カリカリカエルが入ってるチョコとか、毒入りチョコとかね、まあいろんなのがあって、そのチョコを作ってる会社の人、ジョン・クリーズの攻めに応える、それが名コントの一つでしたね。あと彼のキャラクターって言えば、頭にハンカチを結んで、ガンビというキャラクターをもういつも変なこと言う、もうブツブツ文句言っている、そのキャラクターとか、あとね、もう超有名なコントの一つでスパムというのがありましたけど、そのコントの中でテリー・ジョーンズが女装して、ものすごい甲高い声で、スパムと叫んでるような、一生忘れないそういうのがありましたね。モンティ・パイソン の、 少なくとも映画の何本かは今でもネットフリックスで見られるので、見たことない方はぜひご覧になってみてください。 Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum This program is brought to you by Tokyo Midtownこんばんは、アシスタントの柴田幸子です。さあ今日のライフスタイルゲストをご紹介しましょう。ノンフィクション作家、笹涼子さんです。2012年、日本で亡くなった外国人、外国で亡くなった日本人のご遺体を国に戻す仕事を負ったエンジェルフライト国際霊柩相関誌で開高武史ノンフィクション賞を受賞。そして今月、新たなノンフィクション、在宅での終末医療に向き合ったエンドオブライフを出版したばかりです。こんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今の在宅での終末医療というのは、もちろん週末は土日ではなく、亡くなる時の話なんですけど、はい、以前、この番組で、小堀さんという方をお迎えしたことがあって、その時にもちょっと似た話だったんですけど、改めて、どんな方法で治療するかっていうことを説明していただけますか。はい、畳の上で亡くなりたいとか、最後まで家で過ごしたいっていうふうに思ってらっしゃる方たくさんいらっしゃると思うんですけれども、家にいながら、お医者さんや看護師さん、それから介護士さんなんかがこう家にいらっしゃって、こういろいろなケアをしてもらいながら、まあ、最後まで家で過ごしていくっていう方法で、まあ、緩和治療とか、あるいは看護師さんなんかはね、マッサージをしてくださったりとかして、はいはい、こうなるべく快適に、なるべく、なんていうか幸せに過ごせるように、はい、する方法のことを言っています。はい、ちなみにそういうことを希望する人が今増える傾向ですか。増えてもいますし、また病院でなかなかね、ずっと長くはいられないように制度もなってますし、まあ、高齢化に従って、まあ、皆さん家で最後まで過ごしましょうっていうような形になっているっていうことですね。はい、さあ今日はその人生の最後との向き合い方、伺っていきたいと思います。東京 FM The Lifestyle Museum、 今夜はノンフィクション作家、笹涼子さんをお迎えしています。東京 FM 80.Point Love、 Tokyo Midtown、 Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum、 Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は在宅での終末医療に真正面から向き合った本、エンドオブライフを出版したノンフィクション作家、笹涼子さんをお迎えしています。このエンドオブライフ、部分的にしかまだ、はい、読んでませんけれど、
1ページ目からすぐにこう引き込まれていくような、そんな印象でしたね、はい、あの表紙には海のような海でしょうかあの、ま、水の、イラストなんですけどその水に、うん、あのそう真っ青ですねあの花輪が浮かんでます、はい、これは何か意味を込めているものですかすごい優しい色をした海でこれはあのアートディレクターの有山達也さんという方が想定をされていまして、本門をイメージして作ってくださってるんですねだからこの花輪がどういう意味なのか、うんうん、私も、想像するしかないんですけれども、この本の主人公の、訪問看護師さんで膵臓がんになられた森山文則さんががんを発症されて、亡くなるまでを伴走して書いてるんですねで彼はがんが見つかったばっかりの時に海に連れ出してくれてで彼はそこで言うんですよ僕はちっちゃい頃海が怖かったってあ、はいはいはい、で僕の故郷の日立の海は太平洋でもう沖に出たらアメリカまで何にもない、うん、でそれがすごくちっちゃい頃怖かったっていう風に書いてある一文があるんですね、はい、でそれを聞いた時に私彼が癌になったっていうのを知ってましたのでいやこれからの闘病はとても孤独なんだっていうような気持ちだったのかそれともなんていうか自分たちの知らない亡くなってからの世界っていうのは何にもない孤独な世界なのかっていうふうに思ってたのかなっていうのをすごく考えてしまうようなこれが泳ぎ着いた彼に向かっての花なのかそれとも、これから旅立っていく彼へのエールなのかこの表紙を見るとちょっと私ちょっと涙ぐんでしまう感じします、はい、その森山さんが病気になる前から取材していたんですよね、はい、そうなんです、うん森山さんはその在宅医療 の、まあ、スペシャリストで、訪問看護師さんで彼について取材にこういろんなお家に行かせてもらっていて、まあ、彼はもうアテンドしてくれてたんですね、うん、でいつもいつも亡くなった人はいろんなことを教えてくれるよってだからもう小さい頃からそういうことをね勉強しなきゃダメだレッスンしなきゃダメだっていう人で、はい、で、それがいきなり膵臓がんですって言われてでそれで私を呼んでくれたんですねでそれで一緒に日本を一度取材が終わった後なかなかね私ちょっと見せていただいたのはいいんですけどいやなんかこれをどういうふうにまとめたらいいのかがもうどうしても分かんなくて、病院で亡くなる人もそれが幸せな人もいればやっぱりなんかホスピスがいい人もいるし、うん、で、うん、家で過ごしたいと思ってもなかなかそうはいかない人もいますしいやなんか本当に正解がない世界だったのでもう本当どうしたらいいのかなと思ってもう7年前に取材に入ってたんですけどまあちょっとなんかどう書いていいのか私も若かったのでなんていうか放っておいたんですけどということはその森山さんがもし癌にならなければこの本がなかったかもしれない、そうなんですほー、はい、そうかそうかでだから呼んでくれてなんていうのかな闘病生活というと、うん、彼は戦ってませんでしたがんと仲良くするがんと一緒に生きていくって言ってましたけれども彼が呼んでくれなかったら、私は伝えるべきものをこう伝えることができなかったなと思ってじゃあそのことで本 の、 まあ、焦点が定まったっていうそうですねそういうことですかそうですねはい取材されたのは京都の診療所ということで、うんうんうん、ここはどんなポリシーを持って医療をされているところですか？ですね、京都の、渡辺西鴨診療所というところだったんですけれども、すごくね、おっとりした、面白いユニークな先生がいらっしゃいまして、はい、ですね、患者さんに寄り添うことを第一に考えていらっしゃって、お墓参りとかあるいは結婚式とかどうしても行きたいんだっていう人にこうついて、うん、行ってあげたりとかですねホームパーティーをしてあげたりとか、うん、本当になんていうんですかね献身的に寄り添ってらっしゃって我々がやってることはおせっかいなんだろうとでも他の人は
あなたの仕事、私の仕事と区別をしたがると、でもそれではこの世の中は回っていかんのですよって言ってね、まあ、おせっかいするわけです。はい、そこに笹さんは一緒にこう取材としてご同行されてらっしゃったと。そうなんです、訪問用の、 車に、先生も看護師さんも私も乗って、まあいろんな住宅街を回って、お家に入っていって、それでちょっと話を聞かせていただくっていう感じでしたね。そこで見ている患者さんはがんの人が多いんですか？最近はがんの人も多いみたいですけれども、まあ、いろんな認知症の方もいらっしゃいますし、障害を抱えていらっしゃる方もいらっしゃいますし、まあ、お子さん、それからお年寄りの方、いろいろいらっしゃいました。そういった中で皆さんこうすぐに心を開いてお話をしてくださるっていう感じだったんですか？もちろんお話聞かせていただきたいっていう人がいるんですけどどうですかってお医者さんや看護師さんが言ってくださって、で大丈夫だよっていう方の中に入っていく感じだったので、最初は私の方が遠慮してですよね、はい、そうですよね。もっともプライベートなところですからね、そうですね、はい、で本当に患者さんが具合が悪くなって、もう本当看取りの時なんかもまあ連れて行ってもらうんですけど、もう私はここで結構ですって言って玄関でなんか寒いところでなんかずっと突っ立ってたりとか、すいませんもうこんなところに申し訳ないとか言いながら、ちょっと暗がりに立ってたりとかしましたね、私も。はい、でも実際に医療者が、患者を見取る場面もいろいろ見てらっしゃると思うんですけど、そこに居合わせるっていうのはどんな気持ちですか？怖くない、なかったですね。それはやっぱり、はい、緩和の先生がきちんとしてらっしゃって、なんて言うんですかね、私は2人子供がいるんですけど、なんかこう陣痛のような、やっぱりこう潮が引いて潮が満ちるような形で、なんていうかこう亡くなられる方を見ている時は、なんかあちらにこうなんか別のどこか世界になんかこう生み出すための何かこう陣痛みたいな、サンバさんたちみたいな感じで、それはもう医療を離れたなんかこう人の命の不思議さみたいなものをこう見せていただいたような感じがあって、怖くなかったし、不安もなかったですね。あ、こうやって亡くなられていくんだって、人の体ってよくできてるなっていうか、そんな感じしましたね。はい、そこの後は笹さんが具体的にどんな方たちに会ったのか、そのあたりのお話も伺っていきたいと思います。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は在宅での終末医療に真正面から向き合った本エンドオブライフを出版したノンフィクション作家笹涼子さんをお迎えしています。今日は I'll Be Gone という曲を聴いていただいています。これはノーラ・ジョーンズが自分の年の倍ぐらい80歳のメイヴィス・ステープルズと共演しているものですが、まあ、メイヴィスがその年で自分があの世に行った時のことを本当に淡々と歌っています。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は在宅での終末医療に真正面から向き合った本エンドオブライフを出版したノンフィクション作家笹涼子さんをお迎えしています。このエンドオブライフの中で、まあ、お父さんお母さんの話もあるし、森山さんの話もあるし、はい、他にも取材した、患者さんが何組か、はい、出てきますね、例えばディズニーランドに家族旅行を、もうあとどのくらい持つかというぐらいの、女性、なんていう方でしたっけ？森下さんですね。あ、そうですね。はい。もう彼女はもうどうしてもやっぱりディズニーランド自分も好きだし、それからお嬢さんたちにもね楽しい思い出をっていうことで、まあでも計画はしてたんだけど、もう本当に体の状態が悪くて。どうしても行けなくなるんじゃないかっていうふうに言ってたんですけど、まあ、とにかく行っといでって診療所の皆さんがね背中を押して、で看護師さんも同行のもと私までついて行って、みんなでディズニーランド一日楽しみました。
いや、そういうとことまで企画するっていうのはすごいところだなと思いましたよ。いや、よくやるなと思いましたよ。本当にね、出張費も全部その診療所持ちで看護師さんを1日同行させて、はい、はい、最初は看護師で、それでまあがんを発症して患者になる森山さん、彼のその最後のところもまたね、なんと言ったらいいんだろう、いい形容詞は浮かばないんですけど、もう本当に途中で抗がん剤の治療もやめて、それでどっちかっていうともう自然治癒、いや、なんかこうなんだろうな、自分の体を信じて山に行ったり、温泉に行ったり、お寺に行ったり、毎日毎日遊んで暮らしてましたね。はい、がんが言うには、やっぱり自分に何か無理があったから、まあ、病気になったんじゃないかと。で、だから自分はがんの言い分を聞いてるんだって言って、でそれはなんかもう、なんていうのかな、本当にスピリチュアルな話だったんですけどね。でもそれって、まあ、なんだろう、がんっていうもう一人の自分を語らせることで、自分の本当のなんていうか望みみたいなものを叶えようと思ってたんじゃないかなというふうに思っていますね。はい、なんか語弊はあるんですけど、すごく素敵な長さじゃなくて、本当に幸福な一瞬一瞬を積み重ねて、最後の時を過ごされてましたね。幸せに なりました。時々幸せになりました。やっぱり辛い気持ちもありましたけど、幸せって何なんだろうとか、家族と一緒にいるってどんなことなんだろうとか、みんないつかはどこかでお別れが来るわけですけど、そのお別れが来る前、私たちって、いくらでも時間があって、でいつもこうね、忘れてしまうけれども、あー、なんかそうね、もうちょっとそういうことを日常的にっていうか日頃からちょっと考えるべきかもしれませんね。そうですね、あ、この目の前にいる人とも、この私の体とも、いつかお別れをする時が来る、誰でもそうだって。そうですよね、そう思ったらね、この命の閉じ方、はい、まあ、これこそ人それぞれいろんな閉じ方があると思いますけれど、レッスンするっていうのは必ずそこに何か習うべきことがあるっていう、そういうふうに見てますか。はい、もう必ずあると思います。で、亡くなりゆく人が教えてくれることっていうのは、まあ生き方ですよね。その一瞬一瞬の、なんていうか、生き方って自分自身が何を望んでいるのか、本当はどうしたいのかっていうののレッスンでもあり、そしてなんかこう自分はこうなんだよっていうことを伝えるのと同時に、その周りにいる人たちのがどういうふうに生きたいのかっていうのを受け取る、その受け取り方のレッスンでもあると思うし、そしてなんだろう、彼はもう一分一分が惜しくて惜しくてしょうがないわけです、はい、で何か嫌なことがあるとね、僕はね、誰かに怒ったり、何か悲しんだりする時間はないんだよっていうんですね。でもそれって私たちにとっても同じことですよね、もう誰かのことがね、あのやつあれはどうだこうだってずっと思ったりするじゃないですか、でも、なんかその私たちって有限の時間を生きてて、そのなんかそのね、旅行カバンの中に何を詰めるかっていうのはもう限られてくるわけですから、すごく幸せでハッピーなものを入れるのか、それともなんかあの時にこの、あの時あんなこと言われてこんなこと言われてって思うのかっていうのは、やっぱりとってもなんか違うような気がするんですね。時間もエネルギーももったいないっていう。もったいないですね、それでディズニーランドに行くにしても、本当に大変な思いをしてディズニーランドに行ってる人たちがいるわけですよね。でも私たちは今元気だったらもういくらでも行けるわけじゃないですか。でもいくらでも行けるとか言いながら、やっぱりその機会をなんかこう逃してるような気がするんですよ、はい、なんか誰かの友達と会おうなと思いながら、もう会うのを先延ばしにしたりとか、
お父さんお母さんに親孝行しようかなと思っているけれども親孝行しないで過ぎてしまったり、あ、こうやって一生懸命一瞬一瞬ディズニーランドに行くんだ、それから潮干狩りに行くって言ってて最後の思い出だって言って潮干狩りに行ってその日のうちに亡くなってしまうお母さんとか出てくるんですけど、あ、そっか、これだけの思いをして楽しい思い出を作ろうとしている人たちがいるのになんてこうもったいないことをしてたんだろうっていうのがね、改めてなんていうか思うことがありましたね、はい、東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今日お話を伺ってきた笹涼子さんのエンドオブライフ、本当にもう今この一瞬一瞬を精一杯生きようっていうふうに改めて思わせてくれる本です。集英社インターナショナルから出版されています。厚みのある本なんですけれどもね、最初の45ページでぐっと引き込まれるはずです。ぜひ手に取ってみてください。今夜はノンフィクション作家笹涼子さんをお迎えしています。東京 FM 80 Point Love Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum